お元気ですか、牧師ミーです。今回は、直筆サインカード総集編5回目でございます。白サインカードや、CR ナンバーカードに付きのねノーマルカードに少し細工を加えた、カード特集でございます。まずはね、1冊目でございます。こちらがねファイターズ編でございます。すでに引退されている選手や、他球団に渡った選手、もちろん現役選手もね含まれております。こちらね、チェキでございます。でこっちね、ホークスでございます。南海ホークス、大英ホークスもね含まれております。でこっちからね、ライオンズ編でございます。昔のね西武ライオンズも含まれております。でこっちからね、こっちからですね、千葉ロッテマリーンズ編でございます。ロッテオリオンズ時代もね、含まれております。で、こっちからですね、オリックスバファローズ編になります。近鉄バファローズ、オリックスブルーウェーブ時代もね含まれております。で1冊目終了でございます。次2冊目に行きたいと思います。はい、2冊目に行きたいと思います。オリックスバファローズ編のね続きでございます。あ、もちろんね、阪急ブ言い忘れましたけどね、阪急ブレーブス時代もね含まれております。でこちらね、楽天イーグルス編でございます。イーグルスもねそこそこ多いところでございます。でこちらからね、ジャイアンツでございます。でこちらがね、チアリーダーの、ね、チェキでございます。でここからね、阪神タイガースでございます。でこっちからね、広島カープ編でございます。広島もね、多い方でございます。で、終わりました。次3冊目に行きたいと思います。では3冊目に行きたいと思います。でカープのね続きでございます。でここからね、横浜 GNA ベイスターズでございます。太陽ホエールズ時代もね含まれております。
浜はね、結構ね、多い方でございます。たまたまこれ2つね、同じ選手のカードが出ました。で、ここからね、ヤクルトスワローズ戦でございます。ヤクルトスワローズも結構ね、多い方でございます。ここからね、一つね、抜けてましたけどね、ここから中日ドラゴンズ編でございます。で、ここからね、その他のカードでございますが、こちらね、ジャイアンツとイーグルスがね、のね、カードでございますからね、今回はこのカードね、ここに置かせていただきました。で、それ以外のね、プロ野球選手以外のね、カードも揃っております。ソフトボール選手や女子プロレスラーのね、カードもね、組まれてございます。こちらがね、2つともね、チェキでございます。これは女子プロレスラーと女子プロ野球選手でございます。で、バスケットボール選手で、サッカー選手、あんまですね、レスリングで、で、これは始球式カードでございます。で、3冊目が終わりました。4冊目に行きたいと思います。次がラストの4冊目でございます。こちらがですね、バレーボール選手やね、フィーシングやね、アイドルの、これ始球式カードでございます。俳優さんもいらっしゃいます。こちらのね、実はね、このカードにもね、直筆サインカードっていうのがありまして、これがもし出るとですね、結構なね、価値でございましてね、絶対に出ないんですよね。前の動画でもね、1枚出たんですけどね、まあ、機会があればね、今度2冊でもね、2冊目でもね、ごめんなさい、2枚目でもね、狙ってみたいなと思っております。で、ジョッキーもね、ございます。で、フリーアナウンサーもいらっしゃいますね。で、最後は、ロコトラーリの選手、3人の、これ、フォトカードでございます。はい。で、以上、現在はここまでの結果でございます。あとはみんなね、こうやってね、まだ入っておりません。またね、これね、たまっていくとね、また今度5冊目になりますのでね、またね、集めていきたいと思っております。はい。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。